イズマイナス3は第二次世界大戦末期においてソビエト連邦が開発した重戦車。日本語文献においてもポーランド語やウクライナ語、ドイツ語や英語の表記に従って JS マイナス3と書かれる子も少なくない。イズ、JS とはヨシフ・スターリンのイニシャルであり、そのためスターリン3型重戦車とも呼ばれる。イズマイナス2戦車が量産に入っていた頃、ニコライルホフの 設計チームにより新型重戦車の試作型、黄色ベッツ1が計画され、1944年10月31日に完成し、オブジェクト703の開発番号が与えられた。11、12月の間に重量の増加試作型が製造され、年末に正式採用された、この戦車は、イズマイナス3と名付けられ、翌年からチェリアビンスク工場で量産に入った。 対戦中のソ連戦車は、軽車走行を多用していたが、本車は全面走行にもそれを展開するほど徹底し、車高と砲塔の扁平さは当時としては極めて、先鋭的であった。この特徴的な車体全面走行は、形状が似ている、シチュチーノスと呼ばれ、シチュカがイズマイナス3そのものに対する通称となった。これは、イズマイナス2の全面走行部分の欠点を、 解消した設計ではあるが、初期においては溶接の不良で振動により、走行が剥離するというトラブルが発生した。イズマイナス3は、重装甲と 122mm 砲を持つ重戦車で、あるにもかかわらず、45トンとパンター戦車並みの重量しかなく、全長以外はそれ以下のサイズに抑えられていたが、これは内部溶石を犠牲にした結果であり、 手砲の発射速度などに悪い影響を与えた。ベルリンにおける戦勝記念パレードで第2新鋭戦車軍所属の52両が披露された時、その戦鋭的なシルエットと巨大な砲に他の連合軍首脳は度疑問を抜かれ、これに対抗するためアメリカは M130 戦車、イギリスはコンカラーといった重戦車を開発することとなった。 本社は1945年中2711両、1948年から1951年までに600両の総計2311両が生産され、後に拡大発展型のイズマイナス8改めてマイナス10を生み、イズマイナス3自体も1960年から造具箱を兼ねる。 車体側面走行の変更やエンジンを V-55 に換装する等の改修を加え、イズ 3M となった。戦後改修型であるイズ 3M 第2次、世界大戦にこの戦車が間に合い、独ソ戦で実戦に参加したかどうかは過去論議されていたが、現在では、部隊配備はされたもののトラブルの解決や訓練に、時間を取られ、ベルリンへの輸送中に終戦を迎え、 実戦参加はなかったと断言されている。また満州進行では第一極東方面軍配備の一個、重戦車連隊が投入され、吉林省を自走し大連に達したが、戦闘を経験することなく終戦を迎えた。イズマイナス3が最初に戦闘を行ったのは1956年のハンガリー動乱でブダペストでの市街戦で数量が撃破され、 砲塔が吹き飛んだ残骸が市民に囲まれている写真が残されている。1967年の第3次中東戦争では、エジプト軍に売却された約100両のイズ 3M により、初の本社による対戦車戦闘が行われた。シェイクズワイドにおいて、イスラエル国防軍第401機交流団所属の M48 パットン A2 戦車は、 20から30両のイズ 3M と戦闘に入ったが命中した 90mm 砲弾は弾き返されてしまった。しかし未熟なエジプトの戦車兵は後部の補助燃料タンクを装着したままでこれに気づいたイスラエル側が栄光鉄砲弾で狙撃し5、6両を炎上させたところで残りのエジプト戦車兵はパニックに陥り逃走放棄されたイズ 3M は無傷で捕獲されたという。 ラーハ付近では、スーパーシャーマンと M48A2 を相手に、エジプト第125戦車旅団の60両と21両ずつのイズ 3M で編成された他の2つの重戦車旅団が戦ったが、連度の差で接近戦に敗れ、車体を隠蔽しての待ち伏せによる戦法で、イスラエル軍を苦戦させたこともあったが、最終的に73両が失われた。一部は、イスラエル軍に路角装備され、 エンジンを T-54 のものに変更するなど回収を加えたが部品供給の問題もあり最終的にはヨルダン川沿岸に車体を埋め統治化代わりとなったソ連軍でのイズ 3M は1970年代まで装備車両リストに含められており後に北方領土で沿岸防衛用の統治化代わりとして長く使われ現在も放棄され 錆びついたものが残されている。ソ連と前日のエジプト以外でのイズマイナス3の運用は少なく、チェコスロバキアとポーランドにそれぞれ1の2両が送られたのみである。それ以外の同盟国で使われたスターリン戦車はイズ 3M ではなくイズマイナス 2M であり、また T マイナス10、T マイナス 10M はソ連軍以外では使われていない。ありがとうございます。